はい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、メンタリストダイゴさんがなんと完全復活したということで話題になってるんでね、お話ししようかなと思うんですけど、えー、こんな感じでね、ダイゴさんの動画新しいのが上がってるんですよね。えー、その一つ前はね、昨日の謝罪を撤回いたしますと2回目の謝罪、うん、あの生活保護者、えー、ホームレスに対してのね、ひどい言葉のね謝罪を行ってたわけなんですけど、これ復活したわけですよね。で新しい動画が断食の科学、細胞レベルで人生 15のメリットって言ってね、まあ、細胞レベルで変わってきた、大悟さんだよっていうような <laughs>、ネタにもされてるようなね、動画が上がってるんですよ。うんこんなんかね、あのー、新しい動画でもそうですし、この戻ってくき方、うんまあ、期間どうのこうのではなくて、今回ね、この人はあのー、NPO 法人で、えー、勉強するという、見過ぎを行いますって言ってたりだとか、あのー まあそのエなリにね、えー、何かしてもう反省しますって言ってたのに、さらっと戻ってくる。そして戻ってき方もまるで煽るかのように戻ってきてたんで、えー、そこら辺のお話をね、入れていこうかなと思います、うん。こんなんでね、普通に復活されたら問題ですよね。YouTube 側としてもあまりにもひどい。うん 発言してたんでもうちょっとこうペナルティ加えるべきなんじゃないのかなと思います。はい。まあとりあえず見ていきましょう。元光のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでね、あの、このね、動画上がる前にですね、DAIGO さんね、あのコミュニティここ、こちらのコミュニティでつぶやいてたんですよね。こんな感じでアンケートを取ってたんですよ。そろそろ YouTube チャンネル再開しましょうかって言って。<laughs> なになな,なのこれ。 皆さんそろそろ YouTube チャンネル再開しましょうかっていう。いやいや、ちょっとね、あの、夏休み取ってたとかそういうんじゃないんだから、あなたね、不祥事を起こして YouTube チャンネルを止めてたわけでしょこの言い方、あまりにもアンチ、アンチというかね、 あの一般の人たちに対してあの、なんか煽ってるような感じだと思うんですよ。で、アンケート取ってるでしょ。はい、で、まあ、なぜかイエスがめっちゃ多いです。まあ、それはね、YouTube チャンネルこれ登録してる人がほとんどね、えー、こうやって、えー、投票してると思うんで、うん、まあ、この、ね、えー、コミュニティ、メンタリスト、DAIGO さん好き、まあ、宗教的に好きな人たちが、こうやってね、えー、イエスを押してるということで、あのここのコメント欄は、割とね、もうちょっとやらなくていいよみたいなことが多いんですけど、はい ただ、こうやってね、動画が上がってるんですよ。うん。あのー、先ほど言ったようにね、断食の科学え、細胞レベルで人生変わる15のメリットっていうふうに書いてて、ネット上ではね、あのいろんな意見もあって、もうこんな断食の科学間違ってるよっていう、うん、適当な浅はかなこと、喋んじゃねえよみたいなこともね、ネット上では言われてるんですけど、<laughs> <laughs> なんかめちゃめちゃ買ってきたんですよ。細胞レベルで人生変わるっていう話してるんですけど、今まで DAIGO さんってあの、ライブ配信がメインだったんですよね。だからこそこうヒートアップして、なんかあの思わず。 自分の本心言っちゃうところで今回炎上したわけですよね。うん、今回の,そのホームレス、生活保護者に対してのお話だけじゃなくて、今まで何回もあまりにもひどい、うん、議員なんて、ねえー、なんか死んでしまえばいいんだみたいな,なんかそんな感じのことも言ってましたしね、まあ、そういうちょっとね、あのぶっ飛んだことを、ね、考えてる人なんですよね。だからこそライブ配信やめちゃったんですよ。今回からプレミアム配信にして、えー、編集した動画、 うんあのー、普通のユーチューバーみたいにあの動画を上げているみたいなんですよ。<laughs> これで対策してきてるんですよね。<laughs> 変なこと言わないように。で、えー、すごくコメント来てるんですけど、ちょっとね、ま、とめ光、このコメント欄見てちょっと鳥肌立つというかあの、いや、待ってましたみたいなね、えー、なんか喜びの声がむちゃくちゃ多いんですよ。いや怖いなと思って、いや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 、 これでなおまだね、えー、信じてる、えー、あのー、大悟さんのことを信じてるっていう人たち、ちょっとね、怖いですよ。うん、すごい宗教じみてるなと、元ともは思いました。はい。で、えーまあ、こんな感じのことをね、えー、動画を上げてるわけなんですけど、まあ、リンク貼っとくんでね、見たい人はぜひ見てください。はい。まあ、見るだけはね、別に悪いことじゃないんで、どんな感じのことを言ってるのか、という <laughs> ね。で、えー、ただね、問題点。 としては、ですねあのそもそもそ NPO 法人、まあ、今回の動画でもう一回謝罪するとか、まあ、そういうのがないのは NPO 法人からも動画でネタにしないでくださいって言われてたんで、まあ、そこは100歩譲って、まあ、しょうがないかなと思うんですよね。また謝れなんて、もともも思ってないです。ただ、ツイッターとかで今、みそぎがどうなってるとか、まあ、なんて言うんですかね、えー、その状況の近、ね、況報告ぐらいは入れてもよかったんじゃないのかなと思うんですよね。 でプラス、ですねその謝罪動画ではあのホームレスにホームレス支援団体に寄付するっていうふうに言ってたんですよ。でこの人が、えー、ツイートしてくれてるんですけどメンタリスト、大悟さん今日しれっと YouTube に復帰してたんだけどホームレス支援団体に寄付すると歌って動画内で集めたお金の行方については全く触れることなく高級なワインを飲みながら断食を進めてきた。 え貴族ののより5万円が無事にに生活困窮者に届いていいてるのか僕は心配ですということでねこの方、はまあちょっとここ画像小さいかもしれないですけど、5万円ね、あの、スパチャ送ってるんですよ。この、あの、ホームレス支援団体に寄付するっていうからっていうことで、この方はね、ホームレスに行くようにということで、あの、わざわざね、スパチャを投げてるのに、 あのそのホームレス支援団体、どこに寄付したかっていう報告が一切ないと、本当に言ってんのかと。 DAIGO、うん、さん、全部自分のものにしてんじゃねえのかっていうふうに言われてるんですよね。それはそうですよね、えー。全部寄付しますって言ったのは、それなりに寄付をどこにしてるかぐらい発表して、えー、しないとみ、みんなどういうつもりで、えー、スパチャ投げてると思ってんだよっていうことですよね。しかも、ちょうど5万円のワインを、あのー、その場で開けて飲んでるということで、そりゃあ、あのー、スパチャ投げた人からしたら、えぇ、ー、ってなりますよね。うんまあ、ということでね、まあ、こんな感じのことも言われてるんで、 メンタリスト、大悟さん、本当わざと逆だねしてるんですかね、あの、見てる人たちを。うん、ちょっと、本当ね、こんな感じで、YouTube、まだまだ普通に継続できるっていう状況自体が、ちょっと、本当にさ問題じゃないのかなと思うんで、うん、皆さんどう思いますかね。はい。これ、このまま言っていいのかなまあ、こういう人たちって他にもいると思うんですけど、うん、同じような感じでね、もう自分のコミュニティを完全に作り切っちゃう人。うん はい、ということでね、まあ今回の動画は以上です。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。もとみずのチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。